高等山ロックフェスは、シーナの高等山で、ロックがしたいという言葉を起源に、2004年から2015年まで、開催された高等山ジャムの後継フェスとして、2017年に、スタート。北九州市若松区高、東山公園野外音楽堂で開催される、ロックフェスである。2016年、高等山ジャム時代の2004年から2010年まで、実行委員長であった。 倉掛秀明、秀が SNS を通して全国のロックファンから再開説望の声を聞いたことをきっかけに実現へ向けて動き出す。まずは発案者、シーナの意向を取るために福岡のロックバージュークジョイントにて相川誠へのフェス開催を及び出演の許可を打診。居合わせたシナロケファン多数に拍手喝采を受けながらか川の快諾を得る。 その後、t ジャム時代の運営が、終始的に困難であったこともあり、共催の北九州ミュージックプロムナードから提出された再開に向けての条件が、行政、経済界を含めた強固な組織づくりであったことから、フェスプロデューサー、秀の本格的な動きが始まった。福岡県会議員や北九州市議会議員、商工会議所、青年会議所、多くの経営者が所属する、 ロータリークラブ、ライオンズクラブ、流通ビジネスクラブ等の例外多数へ出席し、北九州の音楽的なポテンシャル、高等山でのロックフェスの意義を解いて回ること3ヶ月。また、福岡の音楽シーンで会長と呼ばれ、全国的にも知名度の高い福島イクマにも、オブザーバーとしての協力を要請、快諾を得る。2017年初頭、北九州経済界からの理事4名。 実行委員十数名、制作にグライダーワークスとして構築する中、吉村、拓海右を実行委員長として、江東山ロックフェス実行委員会がスタート。北九州ミュージックプロムナードからの北九州市、共催も取り付ける形で、2017年により開催された。シーナロケッツとルースターズを柱に、ヒデのメジャーデビュー当時のバンドニュードブが出会った場所。 高等山をロックの聖地とし、ここから排出された多くの日本を代表するミュージシャン。そんな北九州のポテンシャルを次世代へつなぐ世代の継承こそが目的であり、20代のバンドはもちろん高校生系音楽部や大学生バンドへの経験の場としてもフェスを活用することに尽力を注いだ。シーナロケッツとルースターズ、そしてヒデの出会いは後に 高等山伝説として、ヒデがラジオで語っている。そして2019年8月21日、フェス公展示会場でもあった、ボートレースはガマツでの高等山 PR イベントにて、大江深夜と当時の思い出を語り合ったことで、多くの高等山ファンへ浸透することとなった。また、2018年からは、全国から集まるロックファンは、もちろん、地元北九州、 若松への賑わい喪失を目的に、北九州ご当地グルメ協議会の協力を得て、誰でも参加できる、入場無料の高等山フードフェスを、頂上芝生広場にて、同時開催。同時にシャトルバスの運行を開始。食だけにとどまらず企業ブースほか、グリーンステージとして、若手バンド、シンガー、アイドル、ダンスユニット等も出演する、総合型の音楽フェスとして、 グレードアップさせた形となる。ありがとうございます。